できてるこれ。あ、皆さんこんにちは。バグってた。バグってました。こんにちは。イエーイ。デフィルター変えよう。よいしょ。イエーイ。なんか電波が悪すぎてやばいです。音楽も流せないし。こんばんは、つやぱんさん。皆さん久しぶりです。え、なんでだ。 Wi-Fi が悪い。どうしよう。こんばんは、通りすがりありがとうございます。やばい、本当にやばい。電波悪すぎ、やばいです。せっかく準備したのに。イエーイ。あ、ロシタさんありがとうございます。バラ塚本さんの妹さんいや本人ですよ。調子よく、なんか最初誰も来てない状態だったんですよ。でもなんか一回配信切ったら戻ったんですよね。イエイイエイ。やばい、よいしょ。なんかあんまりうまく固定がいかなくてずっと手こずってました。え、 Wi-Fi 悪いんだけど、なんで。やばいんだけど、え、なんでなんで。ちょっと待ってくださいね。ん、おかしいな。あれあれ、意味わからん。フィルターかけすぎてやめますね。じゃあやばい、やめた瞬間なんか現実にも。イエーイ。そうですね、皆さんと全然会えてないので、てかなんかもう位置が合ってる。イエーイ。ヤッホー、イサオちゃんヤッホー。どうしたの。なんか YouTube をね流そうと思ったんですよ、音楽を。そしたらなんか Wi-Fi が読み込みエラーでできないんだよ。 YouTube 側の方が悪いのかな。いや、音楽が流せない、 YouTube が読み込みエラーみたいな、多分問題があるのかもしれない。いや、イエーイ。ヤンジャンの先生、ありがとうございます。じゃーん。今日はヤンジャンのお話とか、あと久々に皆さんと話したいなと思って、はい、最近のことを、なのでライブ配信しました。イエーイ。もうやばい、余白やばいよ。もうなんでだ。ちょっと待って、なんでだろう。いや、クリア。よいしょ。はい、なんか自分のお気に入りのページとかを話したいなと思いまして、今回。はい、え、ですよね。やっぱ YouTube おかしいよね。やっぱよかった、 Wi-Fi 壊れちゃったのかと思ってた。よかった。どこだっけ。なんかもう倒れてきそう、怖い。お、あ、しおりんだ、ヤッホー、ありがとう。久しぶり。YouTube 見れないんですよね。びっくりした。よかった。そうなんだ。よし。なんか音楽さないと寂しいですよね、やっぱり。はい。YouTube。最後の暗闇、あれはもう本当に見どころですよ。自分でもなんか、そのカメラマンさんとかと撮影終わった後に見てたんですけど、
なんか別人みたいでマネージャーさんとかと話してて、すごい別人みたいでした。あれはこのね体型とかもっと細くなって、なんか別人で出ようみたいな別人になろうというか、なんかね肌とかも綺麗にして、なんかベストな状態で皆さんに会えたらいいなと思って、そうまだいつになるかわからないけど、そうっていうのは心がけて毎日過ごしてます。普段から目力が強いのが最後のページに、確かに目力強いからね、なんか目力強いから強くなりすぎちゃうとね怖いから。あ、カズさんありがとう。ティアラかわいい。ティアラありがとう、ありがとうございます。いやーなんかすごい実感湧かないんですよね、自分がヤングジャンプの成功に選ばれたことも未だにこうやって表紙のここに乗れてることもね、なんかコンビニ行って並んでるのがすごく不思議というか、実感湧かないっていうかね、すごい。そうですね、お茶マスターの前に美容マスター目指してる。どっちを目指してました？お茶マスター、お茶マスターはもうなっちゃってるんでね、もう別に目指さないですよ、もうなっちゃってるんで本当に最近お茶ずっと飲んでて、結構飲んでますね。撮影は東京に来て、そうですね、東京に来てやってました。家族はどんな反応？いや家族もすごく喜んでくれて、なんかすごいみたいな、よかったねってなって、受かった時はすごく喜びましたね。自分でコンビニで、いやそれはないですママが買ってきてくれました。あではなく正直に言うけど白ニキの綺麗に撮らせて撮ってくださったのでね、もうカメラマンさんには本当に感謝でしかないですよね。こんばんは、初見です。クラゲさんこんばんは。店員さんにこれ私ですってやってないの？やらないですよなんか嫌じゃないですか、バレるの。なんかまあ多分わかんないけどさすがに自分からはやらないですよ。うん、ハートありがとうございます。いつかもーちゃんに表紙飾ってほしい。いや飾れる日が来たらいいなって思ってますどれもね夢の、また夢だろうけど全員チャーハンさん、あ、コンビニのやつかさすがにそんな勇気ないですよ度胸はある方だけどそんな勇気はない。そう、それでちょっと話ずれちゃうんですけど、最近アニメを見てましてですね、なんか最近ハマってるのがハンターハンターって知ってますか皆さん？すごい最近見始めたんですけど、まだどれぐらいだ、全然最初のサの字みたいな、最初のサの字らへんなんですけど、そう見てる方いますかね。すごい共感したいという、え、そうめっちゃね結構昔だと思うんですよ、今ハマるみたいな感じかもしれないんですけど、そう今ハマってるんですよ、結構昔かもね、わかんないんですけど。 ありがとう半蔵門先生、ありがとうございます。ハンター試験はもう合格して、なんかちょっと待って、なんか塔を登るとこ、塔っていうかなんか戦闘するとこのなんか50回とかなんかそこら辺かな、今を見てるかな。ハンター試験落ちましたあれは無理あれは受からない絶対無理、私でも無理だもん絶対、あんな距離もう人間じゃないよ。キルアかっこいい、いやキルア推しです。なんかかっこいいってか可愛くないですか、わかんない、かっこいいのかな、懐かしい、やっぱ懐かしいものですよね、結構昔の、昔っていうかねだいぶ今ではないの、最作者の前の作品の、いや、あそうなんだ、そんなのあるんだ、なんかもっといろんなものアニメ知りたいからぜひ教えてください。この後もっと面白くて、楽しみ、
まだそこまでいかないかな、どうだろう。なんかそのなんたくさん辺があったのは分かるんですけど、なんかどれぐらいありすぎてちょっと分かんない。ずっと連鎖、あ、そうなんだ、止まってるんだ、歯が馴染みあるな。えい、なんだそれ、初めて聞いたぞ。ちょっと後で調べてみますね。 今スクショするとかあった。 アニメはあゆみちゃん結構見てそう。あゆみとも結構アニメの話とかするんですけど、なんだろう、なんかなんだっけな、戦闘系が好きなんですよ私結構。そうだから、そうなんかね、女の子のアニメとかは見ないかもしれない。そう、女の子な。でも唯一見たのはと、なんだっけ、ちょっと待って、名前忘れちゃった。なんだっけ、なんとかの花嫁みたいな。 もう結構前に読んだからちょっと忘れちゃった。なんか、なんとか何の花嫁みたいなやつ、なんだったっけ、忘れちゃった。止まりまくってる。え、そんな止まってるんだ。あ、悠々白書ありがとうございます。読めないことに気がついてください。 全然読めなかった。コードギアス、見てみますね。幽遊白書とコードギアス見てみますね。五等、そう、五等分の花嫁だ。あ、思い出した、そうだそうだ、ずっと4人の花嫁とかずっといろいろ。あ、呪術廻戦も見ました。もう最新まで行って、もう次の話を待ってます。あ、漫画は見てないんですけど、アニメだけですね。こっちは調子いいよ、こっちは調子いい。今日ないかな、今日ないですね。普通にアニメが好きで、なんかよくそのおすすめとかから見れるじゃないですか、これを見た人は次これを見てますみたいな。例えばそういうので、なんか、あ、なんかあるかなみたいな思って、なんか結構私、なんだろう、食わず嫌いっていうか、なんか見る前が長いんですよ。見たらハマるのに、絶対に。なのに見る前が、選ぶのがもう、いや、どうだろう、面白くないかなみたいな、すぐ決めつけちゃうタイプなんで、ちょっとそれをね、なくしたいですね。そしたらたくさんもっとね、いろんなジャンルのやつ見れるのに。そう、慎重なのかな、慎重っていうか、なんか見て面白くなかったら、なんか自分がグッてくるものじゃなかったら嫌だなみたいな。そう、飽きちゃうだろうなみたいな。あいみとよく話すアニメの話題、話題か、なんだったっけな。いや、鬼滅は結構まあ昔に話よく話してて、なんかその、期間限定のお店っていうのかな、なんかポップアップショップかなとかも行きましたね。ちょっと小さなんですけど、本当に。そうね、鬼滅の映画見てないんですよ、映画。そう、見たいけどね、ちょっとね、まだ見れてないですね。でもめっちゃなんか泣けるみたいな言ってましたね、みんなさん。ヤンジャンの漫画見ないと。そうですね、漫画好きなんでね、ちょっと見ないとね。約束のネバーランド、なんかそれも結構前から知ってたけど、なんかもう、なんだろう、ずっと見てなくて、気になってはいるんですけど、どういう感じなのか分かんなくて。中学か高校でアニメオタクばっかりいるクラスになったこと、いや、ないですね。アニメの話する人いなかったかな、確か。あ、でも最近同級生の子とかね、普通にみんな「鬼滅」あたりからその関連でいろんなアニメ見るようになったっぽいですね。見てほしい。見ますね、見ますねとか言って、見るね。なんかすごいいいらしいから、すごく見たいんですよ、終わっちゃう前に。頑張んないと。ダッシュで見ないと、もう結構経ちますよね、放送結構公開してから。そう、混んでるんだよ、混んでるからね、なんかね、もう借りて見るでもいいかなとか思っちゃってる。見たい、映画館で見るのがいいんですけどね。約束のネバーランド、あ、泣ける系なんだ。なんかもう全然どういう、なんか題名からしてどういう感じか分かんないから、なんかすごい気になってはいたけど、そういう感じなんだ。なんか泣きすぎると頭痛くなるんですよね。なんか7つの大罪、わかります？7つの大罪も
結構前に見たんですけど、そうもう泣きまくってやばかったでしょ本当に。ああれ実写なんだ。えなんか違うお話なのかと思った。あそういう感じなの。えああいう怖い感じなんだ、全然知らなかった。なんかめっちゃなんて言うんだろう、ほのぼのしてる系のお話かと思った、約束のネバーランドって。ナルトとかそっち系は見てないですね。え面白い、なんかもうなんだろう、話がさなんていうの、長すぎるっていうか、もう結構進みすぎてさ、一から読むのがもう手遅れみたいなね、さすがにちょっと多すぎるなと思ってね、まだ見てないです。7つの大罪見てた、あ見てた。いや面白くないあれ、なんかさなんて言うんだろう、その戦いもあるけどなんか恋愛もあるじゃん、もうすごい泣ける、もう切ない、泣きすぎると頭が痛くなるって。えっ私もう本当に感動すると止まんないです。一回泣いたら同じシーンをなんかなんていうの、かなんていうの、思い出す、を何回も思い出して泣くんですよ。やばいですね。ほのぼのして、あドロドロなんだ。なんかめっちゃなんていうの、トップガっていうのかな、サムネがなんかすごいなんかなんていうんだろう、ピーターパンかと思ってた。なんかピーターパン系のなんかそういうなんかほのぼのした感じかと思ってた。ほのぼのしてない、顔文字がもう物語ってるからね、めっちゃ怖いんだろうな。ある意味海外が舞台の「鬼滅の刃」って感じ。ある意味海外、そうなんだ。そういう感じなんだ。でもなんかめっちゃ人気だからさ、見たいとは思ってたんですよね。今度見てみます。あロシタさんバラありがとう、イエありがとうございます。ももちゃん約束のネバーランド好きだと思う。あ、本当ですか？じゃあ見てみますね。でもとりあえず今はハンターハンターを最新話っていうかな、いいのかな？最新まで見て、その次に見ようかな。皆さんが今まで言ってくださったやつをだんだんと。私結構見るの早いんですよ。本当に早くて、なんだろう、ずっと見ちゃうから、続きが気になって。だから、2、3日で見れちゃいます。頑張ります。ハンターハンターアニメ、あハンターハンターはアニメでしか見てないです。漫画一切見てないんでちょっと分かんない、そのねあれなんですけど。幽遊白書は18巻ぐらい、あ結構、18巻、あそれって漫画ですか、それともアニメですか。なんかアニメだったら見れるけど漫画だとねなかなか、今日の漫画決まってる、そうなんです、ちゃんとこんな感じで、そう前髪をシースルーにしたいんですよ。だから今伸ばしてます。天才なのか、めっちゃ早いんですよ。なんか見えなんかわかんないけど早いんですよね。アニメも、あそうなんだ。テレビアニメ、全然わかんなかったな。でも最近はあれかも、「進撃の巨人」とか見てるかも。アニメ始まったじゃないですか。ちょっと見てくださいね。ちょっと足しびれちゃって。進撃の巨人見てる人いますかね？ YouTube ですぐ見れる。あ、じゃあ見てみます。進撃の巨人の、あれですね。そうそう。もう、多分最後なのかな？これ最後の話みたいな、もう完結しちゃうみたいですけどね、アニメが。リヴァイ兵長がめっちゃ、わかります！それな。本当に、めっちゃいい。でもなんか進撃誰が好きとかないの？ なんかないな、あるかな、なんか誰が好きってなったら誰だろうな、なんか思い当たるのがいないです。正座してたの、そうです、正座してたからすんごいもうやばいです、足が多分これ立ったら倒れちゃうかもしれない。裸のおっさんが走るやつね、裸のおっさん、あ、あれか、巨人の話かな。 最初見た時上って思ってた。 最初マジでちょっとなんかグロいのかわかん、グロいのかな、あれはやっぱグロいのか、グロいから本当にちょっとゾクってしたよね。あタバッチさんありがとうございます。もうちゃんはアルミンとか好きそう。待ってもう本当に昔すぎて2年前のアニメからもう一切見てないから、漫画見たけどなんかもう意味わかんなくて読むのやめちゃったんだよね。ちょっとなんか本当に
理解不能すぎて、難しすぎて、なんで伏線っていうのかな、伏線ではない、普通に難しい話が。アルミンってあれか、男の子だよね、あの黄色の髪の毛の金髪かな、多分そうです。立ったら倒れる、え多分本当にウォーって倒れちゃうと思います。今はライナーの応援してる。あライナー、確かになんか普通にいい人だからね、なんか戦わないでほしい。まあアニメなんだけどさYouTube 見たい、あありがとうございます、感想を聞きたいです。そうそう女の子みたいなところ、そうそうそう、なんか顔女の子だけど男の子みたい、最初ずっと女の子かと思ってて男の子って聞いた時びっくりした。全身タイツ着たら貴公子に、やばい、さすがにやばい、なりたくない好んでなりたくないちなみに今、あやっぱそうなんだ、えなんでこん、えなんかタイミング悪、なんかすごいタイミング悪くて怖いわ。音楽かけようって思って、なんか TWICE のメドレーでもかけようかなと思って、なんかかけようとしたらえみたいな感じでびっくりしちゃった。でもとりあえず今推してるアニメのキャラクター2次元だったら、あのあれかな、あれ誰だっけ、キルアくん、キルアくん、あのハンターハンターので、あのやっぱり3次元で推してるのは TWICE のツイさんですね。やっぱりそれはもうね、もう中2か中3ぐらいからずっと好きだから、マジで可愛い、本当に可愛い、もう何の写真を見ても可愛いから困っちゃう。ワイドの足はどうだった、えすごい、なんかもうニュースの番組だから、もうえみたいな、私が出るのみたいな、えみたいな、本当にもう緊張がすごくて、でもなんて言うんだろう、もうあそこにいる皆さんがもうすごい、なんていうの、緊張を和らげてくださったから、もうすごいいい感じにね、放送オンエア見たんですけど、いい感じに見れました。ハロウィンに何人か、怖いな、そんなのいたら逃げちゃうわ見たらYouTube の話したいけどネタバレに、あそっかそっかそっか、まだ見てない、まだ見てない人はぜひ見てください。お茶の話してますよ、お茶の。最近一人の仕事が多いけどグループで仕事するのと違う、不安になるのかな、不安、いやなんかやっぱりそうですね、緊張するねとか言う人がいないから、マネージャーさんとかしかいないから、もうなんかね本当にこう肩身が狭いっていうのなんで一人ぼっちみたいな、だから共感する人もいないし、緊張を和らげる方法があんまりないっていうか。でも私結構本番に強いのかな、だからなんか本番だったらめっちゃ口が止まないみたいな、もうめっちゃ喋っちゃうみたいな感じだから、まあ意外と大丈夫なんですけど。第二の朝日奈央に順調になってきているね、でも奈央さんが一番憧れなのでね、本当にもうめちゃめちゃいい人なんですよ奈央さん、本当にマジで可愛いし、もう面白いし、マジでいい方、本当にもっといろいろな系統の YouTube 上げて、何をあげよう、何が見たいんですかね皆さん、そうだ今こういう時に聞くのが一番いいんだ、何見たいですか、私のメイクもやったし、あとなんかあるかなって思ってて、だったら好きなものを紹介してた方がいいのかなと思ってお茶とかやったんですけど、どうなんですかね、やっぱ今は控え、そうですね、あんまり行けないですね本当に、やっぱりコロナなのでね、接触はできる限りね妨げるって感じですね。ワイドの話、ももちゃん長くそう、めちゃめちゃ振ってくださって、もうめちゃめちゃ喋りましたね。で、はい、え、何これ、何、割り何て読むんですか割り、なんか割りそうそう、モノマネを YouTube でやるってことですか、え、2、3分で終わっちゃいそうね、あのモノマネのレパートリー少なすぎて。お茶よかった、あ本当ですか、ゲーム配信、え、ゲーム何がいいんだろう、
なんか、なんか楽しいゲームってあるんですか、あるんですかとか、あるんだろうけど、なんかありますか。コスメ紹介1週間コーデ、あープチプラコーデ、あーいいですね、やってみよう。また今度私服とかね、1週間の。でも今ね学生だからね、あの1週間分がたまるの遅いね。あの土日とかしかさないからさ。割烹着、あスネ割烹着、なんかあ割烹着ってもんだ。ももちゃんがひたすら 50m 走する、面白いそれ、見てて飽きないですか。やれるならやるけど。踊ってみた、やって、そう踊ってみたもやろうと思ったんですけど、何が踊れるかなと思って、なんかね、トワイス踊ろうって思ったけど、なんか一回やったんですよ、それもやろうと思って、一回 YouTube にそういうのも上げてみようと思ってやったけど、なんか違うなと思って結局やめちゃったんですよね。寝起きからのルーティーンやって、やばいよ寝起き、誰も見たくないと思うよ多分、本当に顔がひどすぎて。顔ないもん。レパートリー 2,3 分以上、あるかな、あります、今までライブでやってきたので、持つかな。5分ぐらいないと多分動画出せないと思うんだよな。ドッキリとか、一人で。ベッドから起きるところからスタート、やばいでしょう。なんかクマみたい、本当にクマだよ。スプラトゥーンとかスマブラとかも苦手。スマブラ私勝てないんですよ、機械に、コンピューターっていうのあれ。せっかく買ったのに楽しみにしてて、でコンピューターあれでしかやれないから、そう通信するのもできないし、あれってね機械2個ないとできないじゃん、だからずっとコンピューター使う、あの肩 2,3 回ぐらいしかないんですよね。反復横跳び動画みたい。いやいやいや、いら絶対いらない。走るの早いんでしょ、走るのは早いです。いくら分のイミー踊ってみた、いくら分の、わかんない、ゲーム配信ならスプラトゥーンやってほしい。スプラトゥーンはまあまんまできます。でもなんかあれだよね、機材とか必要だよね、なんかパソコンとかいるのかな、いらないかな、なんかつなげるやつ、なんていうの、その画面録画できるのかな、わかんないんだよねそこら辺が、やりたいんだけどね、なんか最悪の場合画面こういう形で映すかもしれない。なんか一日密着やって、やってみようかな、それも多分あのほぼほぼ寝てるかもしれない。目開いてないかもしれないんですよ。踊って、やってみますね。じゃあ何の曲やろうかな、やっぱ TWICE かな、もう一回リベンジしてちゃんと完璧に覚えてやればいいと思う。顔ないはやばい、本当にないんですよ、髪の毛なんかもうなんていうの、森みたい、本当森の中にいるみたい顔がね。ちなみに TWICE のどの曲を踊ってみたんですか。なんかメドレーにしたんですよ、一個をやるのじゃね、まあ、つまんないかなと思って、もう上ハゲから最新までずっと踊ってました、はちょっとずつ分けて、だからもう本当にスペシャルメドレーだった。ドッキリ誰かに仕掛けたら、いやメンバーに会えないからなね、誰かにかけたら絶対面白いね。 ASMR 最近ずっと見てるんですよ、韓国の方の、ね、お菓子みたいな、あれ自分で作ってるってすごくないですか。だから自分も作ってやろうかなと思ったんですけど、やろうかな、本当に見たい、見てくれる人多いかな。いるかな。難しい漢字30個出してもらって何個答えれるか、それさ1個も答えられなかったらさ面白くないよね。どうしよう、全部わかんないさ、なんかあの本当にバカをさらけ出したみたいななるじゃん。あれ難しくない、これめっちゃ好き、覚えようと思ってさやったんですよ、
めっちゃ早すぎてむずい。でもめっちゃ好きなのあの曲。なんかステージとかの YouTube とか見るけど、本当に衣装が可愛い。妹にドキドキしか着ない。キレられちゃうよ。怒っちゃう怒っちゃう。ヨン様3分くらいで。マジであれはきつかった。なんかもう飽きませんでした。あ、大丈夫でした本当。なんかみんな優しい、皆さん優しすぎて、なんか温かい目で見守ってくれたから、なんとかメンタルがやられなかった。心が折れなかった。手に持てないくらいの熱々の焼き芋をひたすら食べるとかどう。きつ。しんどいしんどい。ゲーム配信は上手くなくても大丈夫。あ、そうなんだ。上手くなくていいんだ。え、スプラトゥーン無言になっちゃいそう。なんかゲーム集中しすぎて。ひなとか、どっちだろう。え、わかんない。なんかそんな競争したことないから、なんかずっと前から言ってますけど、なんかふわふわの運動会とかやりたいなってみんなでずっと話してて。そう、エーペックスとかどう。はどう。エーペックスかって、なんだ、パソコンじゃないか、 PS4 PS5 のやつかな。やってみたいな。そう、 APEX か、 APEX やってみたいんですよね。でもなんかあれ難しそうじゃない。すごい難しそうで、なんかできるかなと思って、なんかやりたいけど難しすぎると私飽きるんで。そこがね、ちょっとまだ迷ってます。 AKB の曲なら歌ってみたいって、あ、それもあり、候補に入れておきますね。あ、爽やか行ってハンバーグ食べるの見たいっす。爽やかはもう本当に神、本当に美味しい。森みたいってどんなビジュアルか想像できない。え、もうこういう感じ。アイズワンの、え、何それ、わかんない。新曲ですかね。韓国語話せますか、アニハセヨとか。チャンネルも迎えに出してあげないです。発音合ってんのかな、それすらやばいからちょっとやめとこう。とりあえず発砲機は出題しなくちゃ、ハギを出題しなくちゃ。もう十分ですよあれで。もう満足しました、あれで来て。ステージの髪の毛の巻き方、メイクの仕方、 YouTube であって、あー確かに、それはステージが始まってからかな。そしたら撮ります。もーちゃんのモノマネ100連発ないないね。 100もないよ。楽しかった、本当ですか、よかったです本当。もうね、あれね、もう本当にね、集中力がね切れそうでやばかったんですよ。なぜかって言ったんですね、あれライブでもうめちゃめちゃ踊った後に、もうすぐもう汗を拭く暇もなく、すぐ帰ってなってかぶったんですよ。だからもうすんごい汗、ここら辺すごくて、もうやばいやばいやばいと思いながら、もうなんか汗かいたヨン様ってどういうみたいな。ヨン様ってめちゃもうあれじゃないですか、冬っていうかね、まあなんかちょっと涼しげな感じなのにめちゃめちゃ汗かいてるじゃんみたいな。一人でずっと思ってた。めっちゃいい MV 見ちゃう。そう、めっちゃかわいい、もうね、もうあれはかわいいってか、なんか頭にずっと残る、ここの振りが、これ。それも流したかったんだけど、 YouTube がもう起動しなくて怒りそう。コンビニのおでんを指でチンチンで、やばいやばいやばい、それもう炎上しちゃうよ。やだよ。はるか、こんにちは、はるかさん、ありがとう。女性芸能人スポーツテスト出てほしい。なんか足なら絶対勝てる自信あるんだけど。乃木坂の踊ってみた見た、踊ってみたい、やってみますね、それもやってみますねって、まず覚えて曲聴くとこから始まるんですけど、私ファファのメンバーとか、あ、おおおおおファファのメンバーと金曜日のおはよう、あー、それ流行ってたから知ってん、金曜日ありですね。それもなんかなんて言うんだろう、ちょっとコロナがね落ち着いてからやりたいです。韓国語の発音かわいい。アニョハセヨ、チャンネルも若い国だ、サランヒヨ、イエーイ、シアリン、サランヒヨ、おー、ありがとう、ありがとう、わかんだ、
本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。こうしてお仕事がねたくさんできているのも、コント向きコンありがとうございます。モノマネの才能あると思うから極めてほしいな。なんかね、極めるのはできるかもしれないんですけど、その、ね、何が何だろう、ものを知らないっていうの、なんでキャラクターすら知らないから、そう難しいね。遠藤が来たね。嘘、遠藤まだいるかな。あ、遠藤だ、やっほー。え、本物かな。本物だよね、さすがに。偽物いるのかな、遠藤。まだなんかもうメンバーとも会ってないから本当に寂しい。ケン君こんばんは、やっほー。学校で短距離一番早いんだけど、今は遅いですよ。その学校で一番とかはちょっとね、陸上部のね女子とかに負けたんですけど、全然負けますよ。もう何なら遅い方ですよ。みちょぱはね 50m 走で勝てたし、なんか怖い、勝てないかも。さすがに弱気。細かすぎて伝わらないモノマネに出れるといいね。出てみたい、本当に。本物でしょ。あ、やっほー、遠藤久しぶり、ありがとう、来てくれて。元気かい。元気だよね。ファーファーメンバーでもライスですね、普通にグループで。これは偽物、あ、偽物か、偽物遠藤め。遠藤とクラブ偽物だよ。え、どっち、わかんない、冗談かも、冗談か。ヒロイン育成計画、惑星ループ、あーててるるってやつか。偽物、みんな偽物って言ってるよ。乃木坂の踊ってみた、見てみたい、頑張って思います。インフルエンサーしかわかんない。うわ、エンド偽物だった。エンドこう、あ、でもなんかこの絵文字使ってそうだな、使ってそうだなとか予想だけど、やばい、ちょっとね正座してるからちょっと足がやられる、マジで足っていうか骨盤がやばい、痛いわ。はい、あ、そうだ、皆さんに言わなきゃいけないことは何だっけ、12月の24日になんかオープンチャットっていうのがあるんですけど、みんな知ってますかね、オープンチャットって。私もなんかそれで初めて知ったんですけど、なんかそれで会話が24日に私とできるので、皆さんぜひお話ししましょう。なんか LINE みたいな感じなのかな、なんだろう、なんだっけ、なんだっけ、オープンちょっと前に開いた、あれじゃない、なんだっけ、名前忘れちゃった、もう本当に物忘れやばいよ。そろそろ立ってから倒れや、やばいやばいやばい。事故起きる。でもね、普通にちょっとする感じですよね。そうそうそう、それを皆さん24日クリスマスイブにしましょう。っていうのと、あと YouTube がね、さっき公開されたので皆さん見てください。お茶について語ってはないけど、なんか言ってます。マニさんが、あ、本当ですか。絶対楽しいよね、あれ。なんか普通に話してるみたいな気分になれるもんね。プレミアム会員それまでになっておきます、イエーイ。ぜひなってお話ししましょう。グループラインみたいな、あー、そういう感じなんだ、なんかすごそう。ももちゃんが普段どんなスタンプ使う、スタンプ使ってない。スタンプ使わない人なんですよ。 LINE チャット中、なんか、スタンプとかも自分の持ってるスタンプじゃないとできないのかな。なんかスタンプ買ったことないからわかんないよ。 LINE チャットなかなか楽しいやつ、あー、普通に LINE してる感じなんだ、そうなんだ。絶対楽しいんでしょ、しかもオンラインでしょ。ふわふわのスタンプ、絶対可愛い、ふわふわのスタンプとかめっちゃ作りたい。スタンプ使わないの、楽しくなくて、おなこれで良き、なんかなんて言うんだろう、可愛いスタンプない、とりあえず。なんか無料のやつとかダウンロードすれ
ダウンロードすらしてないからスタンプ使わないからいらないんだけどさ、自分のスタンプ使える。あ、そうなんだ。え、可愛いの買おうかなその時のために本当に使わないからさ、ないんだよスタンプが。からふわふわのグループラインとかさ、みんな可愛いの持ってるからさ、みんな可愛いのにさ、一人だけなんかずっと毎回同じのみたいな、グッドとかさ早すぎて埋もれそう。まあ、確かにスタレンとかなしだよね、さすがに。なんかボボボボってやるやつ、いいよ買わなくていいか、よそ行きのスタンプそれのみそこでしか使わない。めっちゃスタンプ使ってたらウケる。え、めちゃめちゃなんか可愛いの使ってたら面白くない？もんちゃん文字打つの早そう。早くないよグッド今は使わないよね。え、使わないの？え、これだよグッド。なんか韓国のLINE の仲間たちみたいな、 LINE の仲間たちのやつダウンロード昔したんだよね。それしかない。ひなの時銀玉のスタンプを買った気がする。え、そういうのもあるんだ。え、じゃあなんか、え、買おうかなカカオトークか、カカオトークのやつ。え、カカオトークか分かんないや。あ、カカオトークか、カカオトークっていうのか、そのキャラクターが。あ、そういうことか。カカオトークのやつかな、多分そうかな。なんかウサギとかいた。そう、あのハートとかハンターハンター。え、そうそう、今思ったの。だから後でね、この配信が終わったらすぐ調べようと思って。白黒のスタンプ、え、白黒のスタンプなんてあるんだ。絶対可愛い。動物系もいいよね。アニメと動物系買おうかな、じゃん絶対友達に使わないじゃんもうその時専用になっちゃうよね、ほんと。後で見てみよう。楽しみ。どんなのがあるのかね。なんか鬼滅とかね、あゆみ持ったからそれも可愛いなと思ってたけど、多分桃のスタンプもあると思う。あ、桃はいいや桃はいいや急にスタンプに興味持ち出したね。え、ちょっとなんかそういうアニメのがね、たくさん可愛いのあるなら確かに。でも普段使わないかなと思って、普段友達とどんな LINE してるのか気になる。え、スタンプないてかまず LINE 全然しない鬼滅のスタンプもいろいろあるよ。あ、そうなんだ、いっぱいあるの、桃巨人そう、本当にね、 LINE はスタンプ使わないからな、本当にね、文字で終わっちゃうから。そうそうそう、ビックリマークとかもたまにつけるぐらいだし、本当ね、必要最低限とかしか喋らないかな。バイピーチって言ってるのにえ、じゃあバイピーチ、皆さん配信ありがとう、バイピーチって時だけ桃使おうかなそのための桃いらな事務連絡レベル。あ、そうかな。いや、でもあとはなんかそのなんて言うんだろう、なんか今日楽しかったねとか、楽しかったねっていうの、なんか今日の授業つまらなかったねとかかな。まあいつもね、授業はつまらないものですけども、会話を終わらせたいときにスタンプは有効よ。でもスタンプ使わなくても普通に悪くないですか？なんか普通に終わる気がする。よいしょ。スタンプね、後でそれはちょっと見てみますね。自分のなんか用意されてないんだ。なんかそのね、全部使えるとかないんだ。有料のやつ全部なんかその時だけ使えますみたいな、ないんだ。自分なんだ。そうなんだ。桃はやめて、これからは太ももを教えていこう。どういうこと？わかんないスタンプ、あ、そうだね、それも楽しみに。言わないで、ツイッターとかでつぶやかないでしょ、何買ったかとか。まず買うかもわかんないですよ、まずそこからはね。つかもんの楽しくって襟がある。そう、こういうなんかワンポイントっていうかな、こういうやつにちょっとね、さりげないのが好き。クリスマスイブにももちゃんとちゃって、ね、そうだね、楽しみ。本当になんか喋れるとかも面白そうじゃない？全部使えるとか逆に使いづらい。全部使えるとか、あ、確かに迷っちゃって何も使えなさそう。でもなんかね、可愛いのとか
あったら使いたいけど、あれだけピカチュウ言ってるのに、ピカチュウ確かにポケモンもね可愛いからね、それも候補に言っときますわ。 LINE でお願いするっすかそれのためにか、ちょっと申し訳ないからやめとこうクリスマスは好きですか？クリスマスは好きですか？え、普通です。寒いのそもそもあんまり好きじゃない。つかももそろそろ、そろそろじゃない、つかももソロ写真集出して、え、でも出せるなら出したいです本当にね。なんかいろんなとこ行って写真撮ってみたい。ももちゃんクリスマスは何ケーキ食べる？え、ケーキ食べないんですよ。ケーキか、え、何食べるんだろう。え、まずクリスマス食べてたっけと思っちゃって食べてたっけ。え、でも、あ、食べます食べます、そうだそうだ、予約したって言ってたママが。クリスマスは何だったっけな、モンブランだったっけな、モンブランかな、多分モンブランだった気がする。クリスマスプレゼントは今もらえるの？サンタさんからもらえますよ一応サンタさんから。冬が好きな女の子多いけど、しかも冬、え、なんか冬が嫌いってわけじゃないけど、あまり好きじゃないのは、なんか厚着するして、なんかベイマックスみたいになりたくないみたいな、わかりますなんか夏ってなんかシュッてしてるじゃないですか。でもなんか冬って寒いから、なんだろう、おしゃれは我慢だからかな、なんか防寒、寒いのが苦手だから、とりあえずもう防寒重視でいくとベイマックスみたいになるから、本当にそこがあんまり好きじゃないあとなんかマフラーとかして撮るときに静電気ブワーってなるのがあんまり好きじゃないんだよな。髪の毛すごいなんかボサボサになるから、冬は肩がこれ、あ、そうなん、あ、こうやってなるからかな、ガタガタなるからかな。そう、ベイマックスみたいにめっちゃなんか肩パッと入ってるみたいな、なんかなんていうんだろう、冬なんだろう、服、洋服がなんか着こなしづらいみたいな、わかりますかね、感じかな。明日、もう寒いの嫌だ、本当に嫌だ。え、なんかもうこたつのまま過ごしたいわ、こうやってこたつのまま移動したい、嫌だな。ベイマックス張りの厚着はやばい、そんなしないかちょっと大げさに言っちゃったかもしれない。やっぱ普段の会話から面白い。ありがとうございます。そんなやつえ、なんかこたつのまま移動みたいな、え、まずこたつないけどさしかももっとルチャマラさないぐらいメイク濃くして、あ、ちょっと今日ね、ちょっとメイク薄くしました。本当にアイラインもしてない、やばい、ちょっと薄め、普段は濃いんでちょっと安心してください。薄着でもほぼベイマックスなのだが、薄着でもベイマックスなのだが、え、それジャケットが分厚いじゃないですか、こたつむりうまいこたつむり本当にそんな感じかもしれない。学校の使いがこたつない、確かに学校ね、暖房ねあるけど足元がやっぱ寒いからね。ヘアもブリブリ巻いて、え、普通、普段は巻いてます。ちょっとやっぱ今日平日なので、ね、おとなしみになりましたツイッターとかねチェックしていただければ、結構巻いてるやつ多いんで、ぜひチェックしてみてください。あ、もう10時だった、やばい、1が立っちゃ、え、立っちゃってる、立てないの、大丈夫じゃない、あ、よかった、なんか自動的に終わっちゃうからさ、キリがいいところで。静岡は本当にそうですね、なんか一番過ごしやすいって言うけど、なんか風すごいからな。もーちゃん学校で膝掛け使ってる、あ、マフラーを膝掛けにしてます。学校寒いよね、暖かいと眠くなるから、あ、そう、眠くなるし本当にやだ冬ね。ということでですね、はい、皆さん、そうだ、ヤングジャンプなんですけど、話戻るんですけど、だいぶ前に、なんか投票があるみたいですね。そう、投票があるので、ぜひなんか感想と一緒にね投票してくれたら嬉しいです、本当にね。ぜひぜひ、今回はね、ソロということでね、初めてやらせていただいたんですけど、ぜひ皆さん感想を投票していただけたら嬉しいです。はい、投票忘れてた、あ、忘れちゃダメだ、勝手なんじゃ、まだ投票してない、ごめんね謝らなくて大丈夫、今からでも全然、ありがとうございます。ベンマックスに投票するよ、やめて気にしてるからちょっとこれからちょっとおしゃれは我慢をモットーに頑張ろうかな。白い水着に一票、白い水着に一票、ありがとうございます。私は制服が、制服のね、トップガンのやつが好き、あと黒の水着かな、
ユキのやつ好きだな。の。お、明日中にします。ありがとうございます。もーちゃんを表紙にってコメント書けね。ありがとう。はい、ということでね、皆さん1時間めちゃめちゃ喋ってめっちゃ喉乾いたんですけど、久々に皆さんとね、こうやってなんか動いてる私をお届けすることができて本当に良かったです。はい、スクショタイムしますか。ちょっと今日メイク薄いんですよね。した方がいいでしょうか。やばい、やばい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 ぞやばいぞやばいぞやばい、事故った、やばい、倒れちゃいました、助けてください。わあ、どうしよう。設置に時間かかるんですよね、これ。どうしよう。ということで、ちょっと、やばいので、ちょっとこのまま終わります。やばいです、本当に。はい。ということで、はい、皆さん来てくれてありがとう。皆さん来てくれてありがとうございました。すいません。このまま、あ、手持ちにすればいいか。どうだ、ぽ。そうか、そうだね、手持ちにすればいいか。すいません、ほんとなんか手いった。あ、すいません、ほんとこれもう終わらないです。びっくりした、なんか立てかけてて、なんかこのこれで、そう、なんかこれ、あ、これマリオカートのやつなんですけど、それに、あ、ほんとびっくりした。目覚めた。放送事故ですね。いや、事故ってことじゃないです。ほんと、土砂崩れが起きてびっくりしちゃった。スクショタイム、そうですね。このアプリいいかな？マリオカートかな？今一瞬スマブラかなと思ってですね。これでした。はい。あんた売れるで、ありがとうございます。頑張ります。ちょっとフィルターも買っちゃった。お、いいや、これで。では、スクショタイム。あー、足が痛い。お、やばいやばい、足痛い、やばいやばい、多分倒れます、後で、今度スタンド買って、じゃあ、いや大丈夫です、じゃあスタンドあるんですけどね、ちょっとなかなか立たないですよね、これなんかちゃんとこれ吸盤なのによくわかんないし、はい、寝てたのか、いやそういうことじゃなくて、あのこの時間帯ってあるじゃないですか、もう皆さん寝る時間ではないんでしょうか、いろいろ面白いです、ありがとうございます。はい、ということでね、皆さんスクショタイムしたいと思います。ちょっと前髪までぐしゃぐしゃになっちゃって、びっくりしちゃって、わーってなって、はい、イエーイ、やばい手触れる、この携帯重いんですよね、イエーイ、そう、最近ちゃんとスキンケアしてるので、ちょっと肌がすごく綺麗になりました。自分で言うのもなんですけど、本当になんか本当肌ってもうめちゃめちゃ大事だと思って、本当に肌白くなることと、もうツヤツヤの潤いがあるように、え、でも白くなったかもしれない、やった、あ、よかった、もうむしろ頑張りました、もうこうね、夏も全然外に出てないし、よし、皆さんに会えるのが本当に楽しみになりました。桃のような肌、ありがとうございます。よし、スキンケアないですかね、なんかこういうやつとスチーマーをするのがやっぱいいかなと思います。そうすると本当に潤いが保てる、早く会いたい会いたい、はい、ということで皆さん来てくださってありがとうございます。いろいろ事故、ちょっと事故じゃないですか最後。はい、皆さんまたする時もね来てください。それではバイバーイ、イエーイ、バイバーイ、じゃあね、ありがとうございます。